山田さん、こんにちは。以前、最近読んでいる本を紹介してくれましたよね。最近ではどんな本を読んでいますか？最近は小説とかね、全然読めてないんですよね。特にシリーズものとかも、昔は北方謙三さんの水滸伝とか、妖霊伝とか、ああいった結構その長編とかでも割と読めたんですけれども、時間が取れない。最近だと、これですね、ソーシャルメディアマーケティングっていうのを、2週間ぐらい前か、に買って、これはね、ツイッターで、タニタさんかなが、ツイッターのタニタさんがこちらなんか紹介していて読みました。あとは、本屋さんとかよく行くので、そういう時にね、売れ筋とかに載っている、本とかも結構買っちゃいます。10年後の、仕事図鑑ですね。はい、これすごい読みやすかったね。真面目なやつばっかりだなって思われるんで、これも紹介しておくと、あとは漫画ですね。四つ葉と、最新刊やっと出ましたね、これね。はい。すげえ長かった。13巻と14巻の間がすげえ空いてたから、かなりね、心待ちにしていました。めっちゃ面白かったです。本はね、結構雑食性ですね。何でも読みます。はい、どうも、山田です。コミュニティデーが終わってね、ちょっとね、一段落みたいな、日曜日でございます。今回のこのコミュニティデー終わりのタイミングから、いろんなまたね、情報がポポポッと入ってきたのと、すでにね、この動画見てる方ご存知かもしれません。新しいタスクがね、水イベント関連のやつ追加になりました。ということでね、今回の水イベントのご紹介できていない新しいタスクの話だとか、あとはですね、海外でまたアンノーン大量発生していたんですが、これがちょっとね、ほっこりするような理由で、増えていたんですね。だとか、あとは実はコミュニティデーの後から、なんか、みんなにとってプラスな、不具合っぽい、バグっぽい、何かが、ちょっとね、出てきているようです。ということで、これらのね、情報をボボボボっと紹介していこうと思います。ということで、今回の内容はこちら。出会えてよかった。君に決めてほんとよかった。思い出たくさんポケットにギュッとしまい込んだら手を取り合って歩こう苦しい時も一緒だよ。はい、まずですね、今なんとですね、ブラジルの方でアンノーンが大量発生しているとの、報告がありました。で、まあ日本国内の方からするとね、まあ海外でのアンノーン大量発生だけ聞いても、あ、まあそうなんだ、ふーんで終わっちゃうかもしれないんですけれども、今回ね、僕はね、これ結構、あ、これ、いい話だなと、思った理由があるんですね。なんで今回アンノーンがブラジルに大量発生したのか、なんかゲーム系のイベントがあったのかと言われれば、別に今それを行われてるわけでもない。じゃあなんで今回大量発生しているのか。今回は、ワールドカップ。これの、応援としてどうやら出ているみたいな感じらしいんですね。今回どうやら出ているその単語ですよね。文字のアンノーンっていうのが VAMOSBPER すげえ多いんですよ。8種類も出てるんですね。で、これがですね、どうやらその並び替えることによってその応援する意味にどうやらなんかなるらしくてですね、VAMOS っていうのがレッツゴー、まあレッツゴーピカチュウ、レッツゴー EV とかのレッツゴーですよね、とかと同じような意味らしくて、応援ですよね。サッカー、を、まあワールドカップですよね、がもう行われるということで、その応援のメッセージにこれは、なっているとのことでした。だからまあ現地のね、トレーナーさんとかがもしかしたらこれをこうなんかトレーナー間でこう並べて、そのワールドカップの応援みたいな、そんな風に使えるように今回出ているとのことでした。なんか粋なことしますよね。これ、いいね。なんか、もちろんね、別に日本だけじゃないですけども、他の国とかでもね、なんか地域限定でそのアンノーン、まあアンノーンだけじゃなくてもいいですけど、こう使っていってなんか欲しいですよね。いいなーっていうのを今回すごく思いました。そして結構そういった柔軟なこともできるんだな。っていうのも今回ちょっとね、僕としてはかなり嬉しかったです。なんか今までだったらね、ゲーム系のイベントの時にはボンと出るけれどもとか、ね、事前に発表があった地域限定では出るけれどもとか、そういうのは聞いたんですけれども、こういった形のね、出現ができるということは、まあ、ナイアンティックさんとのね、きっとやりとりがあって、これやりたいんですけどって提案して出してくれたっていうような、そんな流れがね、まあ、ちょっと垣間見えますよね。ということで、今ブラジルで、ワールドカップの応援にちなんだ、アンノーンが出現しているという話でした。続きましては今出ている水夢、こちらの新しいタスクについて紹介していきます。ルージュラニの20歳とサーナイトニの33歳とどちらの女性が好みですか？33歳のサーナイトって
もう逆に満点かもしれませんね。はい、それではですね、何のタスクが追加されたのかというと、今回2つ、追加、確認ができています。まず1つ目が、これね、今ちょうど僕もゲームの方でね、取ってきました。はい、ちょっとね、いろんなところのポケットパパパパと回してきて、1個だけ今ね、取っといてあります。ウォーターフェスティバル、シェルダーを2匹進化させる。ということで、これ一体何が出てくるかというと、ラプラスなんですね。はい。ということで、まさかの今回のウォーターフェスティバル、ラプラスがタスクから、しかも条件かなり緩い状態で入手することができるようになりました。ですね、ホエルコかな?ホエルコおよびコイキングを5匹、それぞれを5匹ゲットすると、ラブカスが出現してくれるとのことでした。まあね、ラブカスおよびラプラス、なんか語呂がちょっと似てますけれども、この2匹っていうのはもちろん野生での出現報告は比較的、まあ少ないじゃないですか。ラプラスの方がまあググッと低いですけども、ラブカスも例えば色違いがね、まだ入手できてない方結構いらっしゃいます。そういった方からすると、このタスクからの入手ができるっていうのはかなりね、ありがたい話なのかなと思いました。ということで、ちょっとね、今回こちらのタスクを使って実際にラプラスゲットしていこうと思います。ちょうどシェルダー2匹ほどいるので、はい、まあ飴もね、すでに結構溜まってますから、パパッと使って2匹、進化させて、ラプラス出しちゃいましょう。そういえばね、もうすぐですね、あのかなり前の動画になるんですけど、僕があのめちゃめちゃでかいラプラスの、人形っていうサイズでもないんですけどを、まあ、購入しまして、これがだいたい7月ぐらいに、ね、届くっていう話だったので、もうすぐですね。これね、家の廊下のねサイズがギリッギリなんですよね。すごいどうでもいい話なんですけど、はい、うちのね廊下の幅がもうそのラプラスが通れるギリ、本当にギリッギリのギリの、はい、あのサイズなので、当日はちょっと大変そうだなと、はい、思っています。はい、ということで2匹シェルダーをパルシェに進化させました。ではタスクを開けていきましょう。リワードを受け取る、いきますよ、ゴー、出てこい、ラプラース。うわ、すげえな、こんなにあっさりラプラスのさゲットチャレンジいけるって、もうやばいよね。もうね、2年前、まあ正確には1年と10ヶ月とか9ヶ月ぐらい前の自分ですけれども、にもう教えてあげたい、ポケモン GO 2年経ったらもうタスクっていう新しいのがあって、もうシェルダーを2匹進化させるだけでラプラスがゲットできるようになるんだよと。いや、すごい世界ですわ。よし、ゲットしていきましょう。よいしょっと。エクセレントはね、距離的に結構あの一番狙いやすいところな気がしますね。さ、よし、三遊でした。はい、ということでラプラスゲットぜ。さあ、この子の個体値見ていきましょう。OK。お、いぶきふぶき、技は文句なし。調べてもらいましょう。どうだ?お、トップレベルで、ヒットポイントが、マックス。いいんじゃないですか?これはね、十分強いんじゃないですか。あとで正確な個体値ね、ちょっと個人的に調べておこうと思います。はい、ということで、こんな感じでね、ラプラス、およびラブカス、この2種がタスクで、ゲットできるようになりましたのでね、皆様、ぜひぜひタスク、狙っていきましょう。イベントがね、21日までじゃないですか。それまではね、さすがにこのタスク出てきてくれると思います。それでは続きましての話題いきましょう。続いては、なんと、とある形のポアルンが、天気関係なしに出ている模様です。ポケモンたちが捨てられません、一緒に整理してください。ポケモンたちを捨てるっていう認識だから心苦しくなっちゃうのかもしれませんね。だから博士の研究のために手伝いに行ってもらうって考えたらこれはいいかもしれません。あ、単純に整理が苦手っていうんだったら、僕も同じです。ポアルン、まあね、皆様ご存知の通り、天気に対応していろんなね、フォルムの、形の子が出てきてくれる、そういったポケモンなんですが、この、なんとですね、今、晴れとか、もう他の雨とか、そういった天気になんか関係なしに、雪ポアルンがいろんなところで今出現しているという報告が上がってきております。これはですね、実は公式さんから、アナウンス何もないんですね。また、事前に、そうなる兆候というのもありませんでした。だから本当に理由がわからないんですね。原因不明の雪ポアルン発生 NOW
なんでございますよ。ただ、まあ、雪ポワルってね、その、まあ、名前の通り雪が降っている時にしか今まで出現しなかったので、まあ、入手できないよと、どうしたらいいんだこれはというようなお声やっぱありました。やはり持っていない方っていらっしゃると思います。で、これの出現する規則性、今のところまだ何も、分かっておりません。単純にその出現しているっていうような報告およびスクリーンショットですよね、画像とかが、来ているっていうのはね、これは見てきたんですが、それぞれのこの共通点とかはちょっとまだ、分かりません。なのでまあ、ね、今この動画で、お話できるのは、雪ポワルンがねずっと入手できてなかった方は、今年の冬までとか雪が降る地域まで移動するとか、ね、そういったことをせずに、もしかしたら、皆様の地元ですよね、お住まいの近くとかで、雪ポワルンが入手できるかかもしれません。ただし、これ公式さんからの発表がない以上は不具合の可能性ももちろんあるんですよね。なのでこうスッと修正されてしまう可能性もあります。で、多分なんですけど、この雪ポワルンが不具合とかバグでそれが修正された場合、これが判明するまで、修正されちゃったよってことが判明するまでの時間が絶対かかるんですよ。なぜならそもそものその報告ですよね、の件数っていうのがちょっと少ないっちゃ少ない、まあすごいこうなんだろうな、大量にその情報が流れてきてるわけではないので、まあポツポツと、そういった発見報告がある間は雪ポワルン出てきているのかもしれませんが、ピタッと止まってしまったのが一体どのタイミングなのか、いつ止まるのかまではちょっとわからないので、その点は、ご理解いただけると非常に嬉しいです。はい、まあそんな感じですね。まあでも今回がね、これがこうなんていうニュートラルというか、これが普通の状態になったら結構ね、いろんな人にとって嬉しいのではないでしょうかと。それでは、ラストの話題なんですが、ちょっとね、コミュニティデイの時に行われた多分修正がそのまま今生きてしまっているとの話が出てきております。それについてちょっと解説させてください。7歳の息子からの質問です。一番イケメンだと思うポケモンは誰ですか？思い出補正込みだとリザードンなんですけど、もう初めて見た時に、いやお前かっこよすぎだろって思ったのはルカリオですかね。はい、ですね、ちょっと不具合の話なんですが、多分ね、このね、不具合もう多分今日中にはね反映されているのかな、修正されてきている気もするんですよね、僕としては。何かと言いますと、全体的に、ポケモンたちの捕獲率ですよね、これが上げられている、つまりは捕まえやすくなっているのではなというような報告を受けています。で、これはまあなんでやねんとなんでそんな報告が来てるねんという話なんですけれども、そもそもですね、実は昨日のコミュニティデイで、捕獲率に関しては特別な、修正がおそらく入っていました。どういうことかというとですね、日本全国、昨日ね、まあ、容疑らずやはりサーバー負荷によって、全然入手できないよと、タップすらできないよっていうようなね、地域の方が結構いらっしゃいました。で、これはねもちろん地域によるので、いっぱい取れた方そうじゃない方の差は結構ありますけれども、やっぱりもう僕もね、昨日東京都内の例えば上野とかに行って、いやこれはもう上野にいるだけでポケ活はできないみたいな、ポケ GO ができないっていう、そんなね、お声ありましたし、僕も感じました。で、そういったそのいろんなところの地域でね、出てきているその不具合、サーバー負荷による不具合の修正というか対処法として多分これやっているんですけれども、昨日後半容疑らすめちゃめちゃ捕まえやすくなかったですか。出現している以内に関わらずパン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 入るっていうような修正が昨日多分これあれはありました。どういうことかというと、そもそも、コミュニティで行って対象のポケモンが捕まえやすいように、ね、捕獲率がいつもよりも上げられているっていうのはね、以前動画でお話ししたんですが、昨日のヨーギラスに関してはもうそんなん関係ないみたいな、モンスターボールでもパスパス入るみたいな状態に後半していました。多分なんですけど、そもそもこうタップすることが難しいとか、タップした後にこう、まあ、不具合で揺れちゃってこうどっか行っちゃうみたいな、逃げられちゃうっていう風になっている方の数が非常に多かったので、もうとにかく入れちゃうみたいな、タップできたらもうほぼゲット確実みたいなところまで数値を多分引き下げていたんだと思うんですね。あ、引き上げるか、捕獲率は上がるだからね。なので昨日多分ヨーギラスをそういった特別措置を取っていたっていうのはね、まあ僕だけじゃありません、結構実際にプレイしていた方だったならば、あ、確かにそれあったかもねというような納得の声がね結構出てきてると思います。で、多分その調整が戻ってないっていう状態が数時間からね、まあ半日ぐらいからな、は続いていたと思います。で、今日ね、僕自身も日中のポケ活の時は少しそれをね実感したんですけれども、午後ですよね、午後入ってから、その後もちょっとポケ活もちろんやってたんですけど、あれと、まああれって感じでしたね。うん、あれこれさ、
もう戻ってないみたいな、リングのカラーが戻ってる気がするんだけどっていうような、そんなのねちょっと僕のは実感しました。まあわかりません、もしかしたならばどっかの時間のタイミングで一律でそう修正入ったのか、例えばね、端末をそのなんだろう再度立ち上げた人、アプリをもう一回立ち上げた人から順次反映とか、まあ端末によって時間差なのかもしれませんが、とりあえず僕の方の端末では今のところもう、その捕獲率が高い状態がキープされてるかと言われば、そうでもないんじゃないっていうようなね、そういったいつも通りなんじゃないと、言えるような、状態に戻っております。まあね、多分なんですけど、なんか何かしらのこう緊急措置として行った、まあこうことだと思うんですよ、今回の捕獲率に関しては。だから、その後の戻しっていうのもちょっと手間取っちゃってるんだなみたいな、そんな印象で今回ね僕はねちょっとね、お話聞いて、思いましたと。ということでね、今回ね紹介したい情報に関してはこの辺で一応終わりでございます。それではラスト質問コーナーやっていきましょう。今回はですね、やっぱり最近よくね持ち上がる悩みですよね。これ似たような、悩みを多分ね動画のラストの方にお答えもしているんですが、今回ちょっとね、対象となるポケモンが若干変わっていたので少しね、今回拾わせていただきます。今日事務戦の帰り、たまたま近くにいたケイシーを捕まえたら、個体値マックスかっこ PL30 でした。おー、高いし個体値もいいし、はい、いいですね。怪力レイド用に進化しようか、今週末のような特別技取得のコミュニティレイド用に進化せずに取って、置いとくべきか悩んでいます。山田さんならどうしますか、教えてください。ちょっと悩みますね。例えば海竜の場合は流星群だったじゃないですか、ミニ竜をね、進化させてコミュニティレイの時は。ただ現状やっぱり流星群って使われてないですよね。みたいにそのコミュニティデイだからといって必ずしも最も優秀な技を覚えるかどうかっていうのは、やっぱり難しいっていうのはまああるんですよね。今回のこのケイシーに関しては僕は、もしも僕がですよ、怪力レイドをソロでまだクリアできないような状態ならばもう作ってしまいます。今回、この個体値マックスですよね、15のケイシーを一旦はフーディーにしてしまいますね。でまあもちろんね、その後 100% 個体を入手できる確証はありませんが、まあ極論ですよ、極論そのフーディーと、例えば今後、まあ、攻撃15フーディーだったらなんとか入手できるかなとかちょっと思っちゃうんですよね、僕とかもね。だからまあ個体値 100% のまあ現状の最強のフーディンを作るか、その後ですね、何かいつ来るかわからないコミュニティデイのために温存するかと言われれば、僕は今強いやつをさっさと作った方がいいかなって思っちゃうタイプなんですよね。まあなぜならさっきも言った通り怪力レイドがクリアできない状態だから。あ、わかんないですよ、この投稿している方が、もしクリアできるような、ような方だったならば、今回のこの話はむしろ逆になって、まあクリアできるんだからとりあえず取っといていいんじゃないですかっていうような僕は意見になるんですけども、基本的には判断基準はそこですね。現状を、持っているそのエスパーの艦隊で、もしも満足しているならば、将来のために取っといてその時に判断してもいいかなとは思います。ただね、今までのサイクルから考えるとケイシーのコミュニティデイが来るかどうかっていうのはちょっとわからないなーってのあるんですね。サイクルがねもちろん今後変わる可能性大いにありますので断定は何もできないんですけれども、従来の流れを考えていると、まあ来ないかもなっていう思ってしまう材料の方がちょっと多いっていうような、まあそんな状況ですね。はい、ということで今回もね質問募集しております。質問箱および動画のコメント欄ですね、この両方で募集しております。皆様のご応募お待ちしております。はい、それじゃあね、今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。